どうも皆さんこんにちは、新作の部屋のサクと、アンダーレショップスタッフです。皆さんこんにちは、新作の部屋のサクとアンダーレショップスタッフの北里と申します。はい、どうもよろしくお願いします。はい、ということでやってまいりましたね。はい、前回こちらのアンダーレさんにお邪魔しまして、私サクシュマハのレースグッズ一式、はい、まあ、購入させていただきましてですね、動画の最後にありましたこちら本格的なフライトじゃない、はい、テイク2、フライトシミュレーターじゃなくてレーシングシミュレーターですね。はい、はい、レーシングシミュレーターということでこれがあるんですけども、今日、ちょっとエキシビションマッチじゃないですけど、はい、ちょっと今日2人でこれちょっと走ってみようと思うんですが、まあ私自身もね、まあ、一応ゲーム実況者としてこうサクシューマハいろんなコース走ってきました。まあ走れるかなと思うんですけど、ちょっとこういう超絶リアルのは初めてなので。そうですね、やっぱり、うん、まあ、シミュレーターだけあってブレーキ踏まないと曲がらなかったり、うん、そのゲームみたいにね、無理やり減速したりとかもできないんで、そうですね、ちょっとその辺が難しいかなっていうところはあるんですけど、うん、なので今日はちょっとね、体験したいと思います。はい、普段はこちらは購入者の方が無料で、はい、させていただいて、はい、10分、はい、非購入者、これを目的だけで来られてる方は、うん、10分、1000円というふうにやらせていただいてますので。なるほど、はい、結構来られますかやっぱり。そうですね、やっぱやってか帰られる方1時間とか、はい、1時間またその長時間になったら、価格もこちらで買いさせていただいて、うん、お安くさせていただいたりとかもさせていただきますので、その辺は全然ご相談いただいたらっていう感じで。はい、そうなんですね、わかりました。じゃあちょっとこれ早速ねやっていきたいと思います。はい、では北迫さん、これご説明簡単にお願いいたします。まずこれモニター3面ですね。はい、すごいですね。でブリッドのシートがついてます。あ、はい、こちらですね。本格的と肩遅れのジータ3っていうのがついてます。そうですか、はい、はい、ではステアリングもこんな感じでね、結構いい感じでついてますね。これはもう実物の車に使えるステアリングになってます。実物のやつですね。そうですね。ああ、なるほど、はい、ペダルはちょっとごく一般的なものではなくて、うん、オルガンペダル、下から履いてるタイプのペダルになるんで、はい、ちょっと一般車とは感じが変わって、レーシングカーとかはこんな感じなんで、はい、本格的なものになってます。より本格的ということですね。はい、はあ、でこの辺りも、いやすごい、これ本当にもう振動がめちゃくちゃ激しいやつですよね。これそうなんですよ、こちらダンパーが2本ついてまして、はい、こちらのものは二軸っていうものになるんですけど、はい、今の最新のものでは結構軸数の多いものも出てて、はい、まあそれもそれなりの金額はすると思うんですけど。へー、すごい、これ本当本格的ですね。これプロの方もこれで走れるってことですよね。そうですね、実際この TCR のレースとか走っておられる方もこれで練習しに来たりとか、はい、はい、実際その TCR のチャンピオンもここに来てセッティング一緒にやっていただいたりとかもさせてもらったんで。へー、はい、それはもう本当に本格的ですね。そうですね、より実車に近く走れるようにはなってます。はあ、そうしましたら、はい、車選んでいきたいと思います。はい、お、本格的ですねこれ。そうですね、いろんな種類の車があるんですけど、はい、何に乗りたいとかっていうのは、それやっぱりフェラーリ乗らんとダメでしょう。そしたらフェラーリで、はい、はい、あ、すごい種類めちゃくちゃありますね。めちゃくちゃあるんですよ。へえ、まあ、次のページにもこういった F1 ちょっと古い方の F1 になるんですけど、はい、まああったりとか、まあ、純正の車が乗れたりとかもするんで。本当ですね、はい、まあレースするんやったらレーシングカーの方がいいと思うんで。そうですね、はい、どのあたりを。ああ、やっぱりかあれですね、 GT 系がいいですね。 458GT2 か、まあ、488GT3 かですけど、458でいきましょうか。458で、はい、わかりました。自然吸気でいきましょう。はい、そしたらコース、国内外いろんなコースがあるんですけど、こちらもいっぱい。すごい、ちなみにこれ岡山国際とかもあるんですか。岡山国際もあります。あ、すごいですね。これ収録されてるゲームないんですよ。そうですよね、結構
少ないですよね、ゲームの中ではですね。へえ、セントラルサーキットとかもあるんですか。セントラルサーキットも一応、自作のものになるんで、クオリティがあの完全かって言われたらそうじゃないかもしれないんですけど、はい、設定は一応あることはあるんですよ。あ、本当ですね、はい、へえ。どこ走りますか。どこ走りましょう。やっぱりメジャーな鈴鹿サーキットかな。行っちゃいますか。はい、まあ、一応 C1 とか首都高の C1 だったりとか。へえ、はい、すごい。実際にあの走っちゃうと捕まるんで、こういうゲームで走っていただいたらなとは思うんですけど。本当ですね、はい、へえ。これは確かに1時間ぐらい遊べそうですね。そうですね、もうずっと僕も仕事終わりやったりしてますんで。お金払ってるんですか。いや、ちゃんと払ってますよ。さすが、はい、社長に報告します。はい、来ましたね、鈴鹿。はい、フェラーリの 458GT2、はい、と鈴鹿サーキット、はい、で走っていきましょうか。フルコースですね。フルコースです。わかりました、はい、じゃあまずは北迫さんですね。まず僕から。まずは行ってください、はい、僕もあのフェラーリを乗ったことないんで、はいはい、結構難しいとは思いますけど、ゆっくりゆっくりね、事故のないように走っていきたいと思います。はい、1クラッシュ1000円です、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでフェラーリ乗るということでちょっとおめかししました。はい、ではですね、今からじゃあまず北迫さんに走っていただきましょう。はい、はい、見ました。では模範演技よろしくお願いします。はい、ゆっくり走りますね。お、すごい、ドア閉まるところから始まるんですね。そうなんですよ。へえ、乗り込むところから始まる。ああ、リアリティがありますね。ゲーム実況者作行ってきます。これで下手くそやったらもうちょっとめっちゃコメントされそうですね。
あ、グローブは大丈夫ですか？はい、グローブは、あ、じゃあちょっとグローブだけ、はい、はい、お願いします。ちょっとぬくべておきましたね。ありがとうございます、はい、もう愛がこもってますこれ。よっしゃ、ちょっとこれね、ちょっと一旦設定、あ、もうこれ進むんですか？進みます。これニュートラルで、ブレーキ硬っ。そうなんですよ、油圧ブレーキになるんで、はい、はい、結構硬いんですよ。それでちょっとコントロールが難しいんでロックしちゃうんですね。なるほど、はい、じゃあとりあえず2周いきますね。わかりました、はい、クラッチはなしでパドルシフトのみで大丈夫です。パドルシフトのみで、はい、わかりました。ではちょっと行ってきます。鈴鹿走ります。一応こう見えて鈴鹿走ってますからね、一応ね。じゃあちょっと行きます。あ、いい音するな。よし、うわ、すげえ、これ振動振動。北坂さん、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、これかなりリアルですね。そうですね。はい。で、じゃあ最後に
一番難しそうなやつ乗りますか。一番難しそうなやつ、2004年のシューマッハが実際に乗ってた F1 っていうのがあるんで、はい、こちらで、ああこれよく乗りましたゲームで鈴鹿サーキットで日本グランプリですね。そうですね。いやいやいや、じゃあちょっとこれも2人で走りましょうか、はい、熾烈な予選を経て今日はいよいよ決勝。舞台は F1 カレンダーで最もエキサイティングなこのコースです。日本グランプリ、舞台は鈴鹿です。ザ・ F1 よろしくお願いします。はい、めっちゃうまい。こんな感じになります。 130R ノーブレーキで行ったんですね。ノーブレーキで行けますね。すげえ、これは面白そう、はい、よし、じゃあラスト僕やっていいですか。どうぞ。はい、ではですね、この本格的なリアル、超リアルレーシングコックピット、今から完全レーシング仕様で走ってみたいと思います。しかもミハエル・シューマッハの F1 マシン、さっき北迫さんめちゃくちゃうまかったんで緊張しますけど、ちょっと走ってみたいと思います。
北迫さんありがとうございました。こちらこそありがとうございます。F1 完全に負けましたいやーすごいですね。でもこれは本当10分とかあっという間ですね。そうですね。しかも1時間とかでも確かにあっという間に時間過ぎそうです。でまたこれこの振動がやっぱりたまんないですね。そうですね、はい、結構弱い方は、ね、寄っちゃったりするんで、あ、はい、そういうのも考慮しながら、はい、細かく時間区切っていってもらったらいいかなと思うんで。あ、そうなんですね、はい。まあ、長時間される方はこう休憩挟んだりとか。そうですね。なるほど。はい、ということで今日はですね、昨週マッハまさかの北迫さんに敗れるという動画でした、はい、ということで、普段は、まあ、10分1000円ということで。そうですね、はい、で、まあ、ここで何か物を、まあ、商品を購入したら、はい、まあ、無料、ね、そうですね、サービスでサービスで、はい、していただいてます。そうなんですね、はい、これちょっとあれですか、このちょっと安くなったりとかするんですか。ごめんなさい、関西人なんでちょっとこういうのをまあ、実際今日撮影来ていただいて、はい、大変あの宣伝にもなると思いますので、はい、どうか分かりませんがこの動画を見たっていう方、はい、動画公開日以降、はい、1ヶ月間、うん、この動画を見たっていう方には、うん、10分1000円のところ、はい、10分500円で、おー、ワンコイン、はい、サービスさせていただこうと思ってるので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これは予約制とかですか。そうですね、一度電話いただいた方が、もし予約の方がおられたら、うん、来店してもできないことがあるので、はい、一度お電話いただいたら。そうですね、はい、ありがたく思います。何月何日あのサクってやつの動画見たぜと、10分500円いけますかと、はい、お電話ですねしていただいたら、はい、そしてあれですよ、まあ、私ゲーム実況者でいろいろ鈴鹿とか、まあ、富士とかいろいろ走って、家もこういうふうにここまでじゃないですけど、まあ、結構いい環境を揃えてやってるんですけども、やっぱり難しいです。本当にそうですね、うん、ゲームとは感覚が変わるかな。ちょっと変わりますね、はい、プロ仕様ですもんね。そうですね、実車乗ってる方がやっぱり速かったりしますね。そうですね、はい、はい、なので、まあ、僕からお伝えしたいのは、グランツリスモスポーツとかでもうトップクラスに上手い方いっぱいおられると思うんですけど、ぜひやってみてください一回。本当に楽しいですよ。でもちろんそのゲーム上手い下手関係なく、一度こういったレースに触れる機会っていうのも非常にいいと思いますんで、ぜひやってみてください。そしてグランツリスモスポーツの特にトッププレイヤーの皆さん、北迫さんが勝負に挑みましょう。勝負受けて立つという感じで、もし僕が負けても、はい、僕より社長の方が全然早いんで、はい、あ、はい、そうなんですかじゃあちょっと中ボス倒したら大ボス出てくるみたいな。そうですね、はい、はい、じゃあぜひね、自信のある方はね、ぜひアンダレさん来てみてください。はい、ということで本日今日本当ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、では動画ね、公開後1ヶ月間、10分500円ということで、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい、ということで本日どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクと、アンダーレショップスタッフの北迫です。はい、どうもありがとうございました。今ちょっと宮迫ですと意識しましたよく言われるんですけどね、よく言われるんですけどね、はい、よっしゃかまへんかったっていうさっきのあれがあるんで、はい、いや、いい感じに北迫ですみたいな感じ。いや、なんかちょっと面白いなと思います。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。見事だ。今日のお前は完璧だった。人気の高い八の字サーキット鈴鹿で見事優勝です。